おマックスマックスマックス。西公園の入り口で10台目の公衆電話を発見したが、貯金を選択し見晴らしのいい場所を目指すことに。書いてますね。よし上行こう。中央展望台広場。もうむっちゃ展望台あるやん。もうここ中央の方がさ真ん中だけ見えるじゃんかもしれんね。ちょっと待って、いやでも展望台って書いてますよ。とりあえず展望台広場を目指すが、ここ車入るの？でもこうやって行くんじゃないですか車は。いや違うでしょ。いやでもここは展望台かもしれんけど、ここに元が来るわけないやん。ここに来て意見が割れた2人。違うじゃん。じゃあ別々に行く？じゃあ車が通れる方行ってくださいよ。俺こっち行くんで。分かったよ。じゃあまた後で。いや合流するかどうか分からんしさ、そんなこと言わないでよ。また後で。疲れもあってか喧嘩勃発、別々に探すことに。こんにちは。上って結構見晴らしいですか？あのね、周りがもう周り綺麗、あまり見えない。見えないよ、家の方。じゃあタワーとかも見えない感じですか？見えないよ、もう森なんも見えない。何も見えない。向こう行きます。一方、マークはうわ、ほらこっちにベイサイドのタワーが見えるよ。いや、けど福岡タワーが見えない。残念ながら福岡タワーは山の陰で見えず、気まずい空気と疲れだけが残った2人。電話を探そう。そうですね、公衆電話。さっき10円を あった。そんな早く見つかる？あったマジで。西公園を出たところですぐに発見。1台分の貯金もあるぞ。20円を使い元と2つのタワーの距離を聞き出す。はぁ、ちょっと待って、なんで、ちょっと待って、ふざけんなよ。どうする。間違えた。すぐに通話終了ボタンを押してしまったようだ。うわ、なるほど。ちょっと待って、ふざけんなよ。その中なくなったよ。嘘でしょ。もう10円しか使えないじゃん。ああ、もう電話できないんだ。まあルールは一つの電話ボックスに1回だけ。いやでもわけが違うじゃないですか。1回使った。違うだから。ルールはルール。マーク諦めろ。その代わりに2人に嬉しいお知らせだ。万歩計が1万歩を超えていたら食料を支給しよう。絶対超えてませんよ。せーの、よー。操作開始から5時間、見事1万歩超え達成。おーおー、あのね、はいはいはい、すごくありがたいんやけどね、はい、俺ご飯が食いてんよ。しかもすげえぬるい。わがまま言うな。デカの基本はアンパンと牛乳だ。食べたら操作再開だぞ。2人は現在西公園近く。とりあえずヤフオクドーム方面へ向かう。ドームだ。ドームこんな近かったっけ？ドームは一つしかないから。タワーが近いとかどうかより、ドームが近いかどうかだったらどうですか？そうね、そっちの方が重視した方がいいと思う。うん、あ、コンビニ。おー、本当だ。あります？あ、お、ある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 。ぽいぽいぽいのあるよ。よし、あるあるある。ヤフオクドームを目指していた2人、12台目の公衆電話を発見。ドームの距離ね。ドームの距離、それさえ分かれば結構掴めますよ。もしもし、元
ドームの近く。ああ、遠いよ、遠い。どんぐらい遠い？タワーは、タワー。タワーはなんか赤いが。赤いタワー。赤いタワーが見えるよ。で、ドームはちょっと遠い。やけど見える。ああ、大丈夫？ああ。大丈夫なんですか？ドームは遠い。ドーム遠くて赤いタワーが近い。ベイサイド。ベイサイドです。ここに来てベイサイドですか？もう福岡タワー目の前ですよ。うわ、客や。入ってきてよ。どうも、坂田健人です。僕、坂田健人、この度8月21日に2枚目のアルバム Change It's Chance をリリースすることが決定しました。はい、新曲が入ってますので、ぜひお楽しみにしてください。そして、草谷春美ちゃんとの草間ライブツアーも決定しておりますので、皆さん、ぜひこちらも遊びに来てください。はい、待ってます。待ってます。エンジンアクターの九州ツアーが決定しました。10月21日の長崎からスタートして鹿児島、大分、熊本に行きます。史上最高のライブとなるので、ぜひお越しください。皆さん、お待ちしてます。